はい、政務活動の調査報告ビデオでございます。本日はですね、四季の本町2丁目にあります田子山富士塚に来ております。こちらの田子山富士塚でございますが、高さが 8.5メートル、明治のですね、5年6月に築造された富士塚であります。こちらの富士塚でございますが、私が子供の頃はですね、子供が平気でてっぺんまで登って遊べたんでございますけれども、その後ちょっと崩れかけまして、長い間、登れない山になっておりました。そこでですね、平成18年にまず県の民族文化財、有形民族文化財として、指定を受けまして、その後にですね、県と市の補助金と皆さんの寄付によって、この改修工事が行われまして、平成28年昨年の7月には登山道がまた再び整備されまして、また登れる山となりました。現在ではですね、友引きと大安の時にはこの田子山富士塚は登山ができるようになっております。実は、頂上から見ますとですね、日が良ければ本物の富士山も見れるというところでございます。四季の町も一望できるというのがこの田子山富士塚でございます。ぜひともですね、興味のある方、それから四季市民なのにまだ登ったことがないという方はですね、ぜひ、友引きの日、それから大安の日に登れますので、ぜひ登山に来てみて、頂上からですね、四季の町を見下ろしてみたり、それから空気が澄んでいるときは富士山そのものを見ることもできますので、ぜひ登ってみてはいかがでしょうか。はい、こちらが今頂上に来ております。田子山富士塚の頂上でございます。四季の町がですね、一望できるということでございまして、残念ながら富士山の影のようなものが見えますが、ちょっと今日は、富士山が一望できるというような状況にはございませんけれども、こうしてですね、非常に見晴らしのいい、そして下は子どもたちが遊んでいる、神社の様子なんかも見れるということでございます。田子山富士塚の頂上、頂上の様子でございます。はい、この 田子山富士塚でございますけれども、明治5年6月に築造された富士塚であります。こちらはですね、先ほども紹介しましたが、県の民族文化財、有形民族文化財の指定も受けております。平成18年3月17日のことでございます。登山道や胎内なども作られており、頂上には木の花関那姫が祀られております。平成27年度から保存修理工事によって参道が修復されまして、平成28年7月2日から入山日には塚に登ることができるようになりました。平成29年7月1日の山開きの日に、田子山富士平成大修築記念碑の除幕式も行われました。